テグ市民運動場野球場は韓国のテグ公益市にあった野球場。韓国プロ野球のサムスンライオンズが本拠地としていた。1948年完成、1981年に改修された。1982年に韓国プロ野球が発足するとサムスンライオンズの本拠地球場となった。近年は老朽化が激しく、球場内の鉄骨に、 ひびが見つかったことから観客席に倒壊の恐れがある。そのため、テグ広域市は新スタジアムのテグサムスンライオンズパークを建設し、2016年シーズンから利用している。直新球場の建設費の一部はサムスングループも出資した。当面の対策として2006年のシーズン終了後に、わずかではあるが、再度の改修を施された。人工芝を吹き直し、 それまで存在していたラッキーゾーンが撤去されて外野が広くなった。なお、2009年より座席のリニューアルが行われた。収容人員1万人と韓国プロ野球各球団の本拠地球上で最も少ない。そのため、プロ野球人気が高まった2010年代からは土日祝日のサムスンライオンズの主催試合は入場券完売となることもあった。拡張前は ガイアフェンスまでの距離が交渉より短いという疑いもあり、韓国プロ野球の球場で一番ホームランが出やすい球場と評されていた。韓国における1シーズンのホームラン記録を持っているイスン・ヨプがサムスン・ライオンズに在籍していた間は、さらにラッキーゾーンも存在していた。2003年最終戦で放った56号もガイアフェンスに当たってこのラッキーゾーンに落ち、 打ち上げ花火の設置をするなど記念イベントの準備をしていた職員によって拾われた。2015年10月2日、最後のプロ野球公式戦として、サムスンライオンズ、k t ウィズの試合が行われ、盛大なセレモニーが開かれた。同年10月26から27日、この野球場における最後のプロ野球、韓国シリーズも開催された。 プロ野球の本拠地として利用されなくなってから、周囲の体育施設とともに、観客席の大幅撤去など、リニューアル工事が進められた。2018年3月より、アマチュア専用の野球場として利用されている。サムスンライオンズの本拠地だった頃は、サムスンが三塁側を使用し、ビジターチームが一塁側を使用していた。ありがとうございます。